首都圏方言は、現代の東京とそのベッドタウンを中心とした地域で、広く使われている、日本語の新方言である。新東京方言や東京新方言などとも呼ばれる。共通語、東京方言及び西関東方言が融合して、成立した、この地域の地域共通語である。首都圏方言の使用地域は、東京中心部及び東京への通勤、通学圏が中心である。 首都圏における言語動態の研究を執筆した田中ゆかりは1.5%通勤通学圏のうち東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に該当する地域を首都圏方言の範囲としている。伝統的には東京市外では上流階層が多く住んでいた山手では山手言葉が用いられ町人階層、労働者階層が多く住んでいた下町では 下町言葉が用いられ、周囲と異なる言語島を形成してきた。一方、伝統的な江戸市中を隠する守備機の外側、すなわち、武蔵野大地や葛飾定地の在京などでは、西関東方言が用いられてきた。しかし、首都という特性から東京は、人口の流動性が高く、東京出身者の郊外移住や地方出身者の東京移住、 東京市街地の拡大による周辺農村地帯の都市化が起こった。とりわけ、関東大震災後や東京大空襲後の時期、高度経済成長の時期に急激に進展し、従来の下町、山の手、在京の違いが曖昧化した。この現象により、東京やその周辺の方言は大きく変化した。在来の在住者は上述の在来の各方言を用い、 東京への移住者は、各々の,の,の母方言や、公天的に習得した東京方言、また義務教育や、マスメディアを通じて習得した共通語を用いたが、世代が変わるにつれて、郊外の住宅街を中心とする広い地域で、東京方言、西関東方言、共通語などが融合した、交互方言を、母方こととして獲得し、もっぱらこれを用いるようになっていった。 これを新方言の一種と捉えて、首都圏方言という。首都圏方言は、従来の方言に比べ均質性が強いが、必ずしも厳密に統一されたものではなく、柔軟性に富み、様々な要素を取り入れて変化する。現在、東京及びその近郊で、伝統的な方言を話すのは、戦前生まれが中心で、段階世代から下の世代は、 のきなみ首都圏方言にとって変わられつつある。首都圏で広まった新しい表現は砕けた共通語の喋り口調としてマスメディアを通じて日本全国に発信され、首都圏だけでなく日本各地の方言に影響を与えている。一方で地方出身者や郊外からの通勤通学者の増加により首都圏方言の形成、変化には 日本各地の方言が影響を与えている。日本の方言分布図はを、緑イコール東日本方言、高賀イコール西日本方言、木、代々イコール九州方言系半式アクセント地域、東京式アクセント地域日本語のアクセント、分布図首都圏方言は、実際には共通語とは違い、あくまで首都圏地域で最も使用される方言の一種であるにもかかわらず、 公語的な砕けた全国共通語として扱われることが多い。そのため、首都圏方言話者は自分たちの口語について方言であると意識しないことが一般的であり、首都圏方言を方言として扱われることに違和感を示す人も多い。実際、首都圏方言話者にとって共通語との区別を意識しにくく、両者の切り替えが難しいことから、 むしろ、非首都圏方言話者の話す共通語の方が正しく綺麗であるとされる。非首都圏方言話者にとっては、地方から首都圏へ来て、もともと思い描いていた共通語とは違うと感じることも多い。メディアにおいても、伝統的な関東方言や下町言葉が方言として扱われることはあっても、首都圏方言が方言として扱われることはほとんどない。 1970年代までのメディアにおいては共通語が主に使用され首都圏方言的なアクセント、表現、語彙の使用は比較的少なかった。しかし1980年代よりドラマや映画、アニメ、バラエティ番組を中心に首都圏方言がふんだんに使われることが多くなり2000年代になるとアナウンサーまでもが首都圏方言を使用する時代になった。 そのため他の方言とは違い、首都圏では日常的に首都圏方言特有の表現と共通語との差異を認識する機会に乏しくあくまで共通語として全国的に通じる表現であると思っている場合が非常に多い。さらに首都圏で広まりを見せる新たな表現や発音などが方言としてではなく日本語そのものの変化や乱れとしてメディアなどに取り上げられ、 全国的に伝播された結果、首都圏限定だった言葉の変化が全国的に広まり、共通語の交互体となってしまうことが多いことでその傾向に拍車をかけている。首都圏方言は日本語の新方言の中で最も有力かつ勢力の強いものであり、在京キー局メディアを通じて全国各地の方言に強い影響を与えている。文化面、経済面で、 東京志向が強かったり、地元の方言への愛着が薄かったりする地域、特に渦の日本語の方言分布図で示した北日本、東日本の東日本方言地域の都市部を中心に、特に濃い表現面では、在来の方言を駆逐する勢いで、若年層に首都圏方言が広まっている地域も少なくなく、地域方言の保存という観点から見ると問題となっているが、アクセント面では、 中林東京式アクセントである首都圏方言との違いが比較的残ることも多い。従来東京の文化的影響を受けにくいとされてきた西日本においても首都圏方言の影響が見られないわけではないものの北日本、東日本と比べると首都圏方言への憧れは小さく地域方言への愛着も根強いため影響はそれほど大きくない。当然のことながら 渦で示したアクセント分布図で見ると、京阪式アクセント地域は、首都圏方言の影響力は小さい一方、東京式アクセント地域では影響を受けやすくなっている。音素体系は、共通語のそれにほぼ順ずる。下町方言に著しい、はーい、と、し、の音素上の混同は、すっかり影を潜めている。郊外歌詞飲におけるイダンとウダンの混同も、 在来の東京方言ほど顕著ではないが、見られないわけではない。音声に関しては、ほぼ西関東方言、または東京方言に準じており、異端無断の母音の中下か、学音シーンの微音化など、東北方言や東関東方言と共通する要素は全く見られない。母音の無声化は西関東方言に準じて、広く見られる。愛、おい、お、いい。 と発音する連邦印融合は、西関東方言や下町方言に順じて広く行われる。たけえ、すげえ、いかねえ、など。ただし一部の語においては、下町方言のような連邦印融合が行われないものもある。大根で今回るケール、全国各地の方言に見られるものだが、語尾や助詞などの一部が即音化または発音化する傾向が強い。 首都圏方言の中でも、即音化が優勢な地域と発音を好む地域があり、基礎となっている西関東方言の地域性の繁栄と思われる。東京方言が持っていた、画業美濁音に関する複雑な条件異音としての使い分けは、世代を追うごとに著しく衰退し、若年層では美濁音の使い分けに関する規範がほぼ失われている。 一方、埼玉弁や群馬弁には、元からが業美濁音が存在しない。語中の発音が母音化する傾向がある。全員、全員全員、雰囲気、雰囲気雰囲気、ら行音が発音便化する傾向が強い。例、わからないわかんない、かもしれない,かも,れないかもしんない。作業の公害化が衰退し、死、を、死と発音するようになりつつあるとの報告もある。 アクセントアクセント体系としては、中林東京式アクセントであり、体系上の地位については、東京方言、西関東方言を完全に引き継いでいる。これほどの各地との人口移動にもかかわらず、一般に方言アクセント分類のメルクマールとされる2拍名詞について、保守的な中林東京式2.3類、抵抗4.5類皇帝の所属にも、 具体的方にも混乱は見られない。ただし、東京方言、首都圏方言のいずれも、第二類にわずかながら、平板型が見られる。また、いくつかの目立つ特徴があり、とりわけ他地域の方言和者に、共通語との違いとして言及されることが多い。外来語等の平板型アクセントは、西関東方言や共通語アクセントに内在する法則である。外来語アクセントについては、 外国語のアクセントを、皇帝アクセントのアクセント格として翻訳して、取り入れる傾向が存在すると主張する説もある。陽言アクセントについて、一般的に単純化の傾向がある。かつて、特に形容詞アクセントについて、伝用形アクセントを皮切りに、平板型に統合されつつあると主張されていたが、現在ではむしろ起伏型に統合される傾向であると主張する説もある。 三拍の起伏型形容試練用形のアクセントが中高かか型になる傾向が広まっている。高く。軽半式アクセントの影響も考えられるが、単にアクセント角の活用による移動がなくなっただけとする説もある。特に若年層では疑問文において、ないのアクセントが尻上がりになる傾向が見られる。高くない、高くない高くない、少なくない、少なくない。 少なくない共通語では、起伏型であるアクセントが、平板型で発音されるものがある。彼氏、彼氏、彼氏、ナレーター、ナレーターナレーター、電車、電車電車、歓迎会、歓迎会歓迎会一方で、共通語では、平板型であるアクセントが、起伏型で発音されるものも見られる。油、油油、油、違う、違う、遅い、遅い、遅い他に、 具体的に指摘される例を挙げる。上記以外にも首都圏方言では、近年、共通語とは異なるアクセントの語が複数見られる。左が、共通語のアクセント、右が、近年首都圏で見られるアクセント。飛び跳ね音調アクセント加工を失った、内容を伴う形容詞が、浮き上がり調というイントネーションに被さって実現する、音調で、聞き手の同意を求める場合に出現することが多い。 かわいいないかわいくないかわいくない知り上がりイントネーションそれで絵のように文節の終わりを伸ばして昇降調で発音するイントネーション近年は衰退傾向にある文法は基本的には東京方言または共通語のそれを引き継いでいるだやじゃないぬいるおるくうかったこうたなどの東西対立要素は すべて西関東方言、東京方言に準ずる。東北方言に広く使われる、さなどは全く使われない。意思表現については、東京方言、または共通語を引き継いで、う、ようが使われている。首都圏以外の東日本では一般的に使われる、べ英は全く使われない。敬語法は、東京やマテ方言や古風な共通語と比較すると、 一しく衰退している。首都圏方言で、敬語といえば、助動詞、です。ますを用いた、丁寧表現のことであり、対立表現は、ため口である。お、になる、ら、す、なさる、くださる、いらっしゃる、などの山の手方言の複雑な尊敬語が、使われることは少なくなりつつある。受けたまわる、申し上げる、 拝見するなどの謙譲語も使われないわけではないが、衰退傾向にあり、おりますを謙譲語として用いることは極めて少なく、事実上、オるを追放して、東日本方言標準のいる専用地域となっている。ただ、鉄スだけは非常に勢力が強く、社会生活上を極めて頻繁に用いられている。また、形容詞ですの形が過去形も含めて、 広く認められ、ほぼ万能の地位を獲得しており、おはようございますなどの慣用表現以外で、ございますなどが使われることは皆無である。さらに最近では、ませ、に変わって、ない、ですとなる傾向が広まってきている。ありませんないです、いりませんいらないですこのように山の手言葉や、本来の共通語が愛用していた、複雑な敬語体系が大幅に単純化され、事実上、 です。マスのみを使うようになりつつある。可能表現は、五段同士の可能同士に準じて、一段同士においても、ある、を挟まない、いわゆる、ラヌキ言葉が広く使われている。首都圏方言は、完結症を多用する特徴がある。例、英語が話せた英語が話せちゃった、新方言の提唱者である、井上文夫は、首都圏で見られる主な新方言の具体例として、 次のものを挙げた。その他、現在の首都圏で広まっている、比較的新しい表現には次のものがある。新しい表現が広まる一方で、落っこちる、落っことす、乗っかる、乗っける、ぶっ飛ばす、追っかける、ぶん殴るなど、動詞の前に、即音や発音を含む、窃盗法を挿入する現象や、かたすなどの伝統的な方言の表現が、若年層に継承されている例もある。 若者の話し言葉では、砕けた漢字や親密な漢字を出すために立ち方の方言を意図的に混ぜることがある。2005年頃には、東京の女子高生を中心に、日本各地の方言をメールなどに織り混ぜることが流行した。また近年の接客業でよく使われる、よろしかったですかなどのいわゆるバイト稽古は、北海道方言などの影響を受けているとの指摘がある。 ありがとうございます。